やめろハゲ、やばい、荒ぶれたこのポーズ。ご愛嬌などレトロゲーム TV 司会の心でございます。まあ、今回はお知らせなんですが、お前らまず俺の姿を見て、あこいつカマっぽいなと思っただろう、狙ってんだよ、カマっぽく狙ってんだよ、わざとカマっぽい格好にしてみたんだよ、ちょっと面白いかなって。今回のお知らせなんですが、お休みをいただこうかなと思います。ですね、なぜお休みをいただくかということなんですけども、角川主催の第17回エンタメ大賞という、まあ、そういうよくラノベとかにある、まあ応募のイベントっていうのかな。で、今回からゲーム実況部門が併設されることになりまして、そちらの方に僕もね、参加してみようかなと。まあそれの動画の作成ですよ、簡単に言えば。2月2日が締め切りなので、まあそれに向けて動画を作っていこうかなと思うのですが、まあいかんせんね、僕は基本的に編集に力を入れるタイプの実況者なので、今回の動画もすごい、まあ、編集に力を入れようかなと、もう本当に今までで一番レベルね入れようかなと思っております。で、それの撮影と編集にまあ、少し時間がかかりそうなんですね。まあ、こうの自分の実力を競える場としてプロレベルでね、プロレベルに近づけるような、商業仕様の動画で行こうかなと思います。で、普通の実況動画じゃまあ、面白くないでしょう。レトロゲーム TV を登録してくれてるみんなは僕に多分普通の実況レベルの動画を求めてないと思うんですよ。で、やっぱりクオリティの高い動画を求めてると思うので、今回はガチで勝負します。ギャグなしで、シリアスな話で真面目にやっていきたいなと思います。ということで、ね、まあ、今回、まあ、そのお知らせということですね。このような動画を出させていただいたのですが、これだけではね、つまんねえだろうということで、まあ簡単にちょっと編集する時間もないんですが、まあ僕がただね、普通にゲームをしているだけの姿をね、まあちょっとおまけ程度で作ようかなと思います。ということで、まあお知らせは以上です。まあこれ以降は別に本当におまけだから、全然もう編集も多分してないんだろうけど、まあ、見たい人だけ見てください。じゃあ普通にゲームをします。では。うるせえ、なんだよな、お前らキモいな、顔顔キモいってことで、今回やっていくのがジャレコら1990年に発売されたファミリーコンピューター用ソフトマジックジョンでございます。ジャンルはアクションね、アクションっぽいね感じはしないけどね、マジックジョンやっていきましょう。これはジョンかな、ジョンね。ポン先生まだ走るので、もっとマジック教えてよってね、もう使いっぱしにされてますから、ね、雑用ですからね。で、ダメよ、ね、気持ち悪いの。魔女にも体力が必要よって、知らねえよ、そんな。練習して経験を積むとマジックも強力になるのよって、お前、これマジシャンとか魔法使いの方のマジシャンだ、これ。ね、キモいわ、うるせえ。ダメだ、お前。ザップ。ね、アクト1、ザップ。いきなりジョンが恐れた、あいつら一体誰なんだって、知らねえよ。知らねえよ、ザップだろ。ザップのやつだろ。とりあえず、ね、普通のアクションだね。おっと。A でジャンプ。で、B で。あ、溜めたいで終わるから。ロックマン。ロックマンって感じですね。おー、なんだ。クラゲは。このクラゲは。ねえ、メガメは、早いな、こいつ。早すぎだろ、足。上に飛んでるやつ、意味ねえぞ、あれ。大丈夫か、あれ。機能欠点あるぞ。あれ、邪魔になってねえぞ。おー、走んな。ねえ、あいつ意味がないってね。あ、全然邪魔になってねえの。上、飛んでても。登りづれえな、これ。これ、ここで積みだろう。大丈夫か、これ。ああ、いい。おい、邪魔や、こいつ。HP はどれなんだろうな。L がライフか。ここへ走ってんだろ、どうせ。走ってるわ。ほら、走ってる。おい、なんだよ、しゃがみ打ちは。しゃがみ打ち。なんだ、こいつ。おぉ、やべ。ゴールドライターか。ゴールドライターン。ねえ。おい、登れねえぞ。待て。1、2、はい。
1212。おいおい、悪魔城ドラキュラから俺は何も経験してないぞ。大丈夫か俺のアクションの下手さ。何も学習してねえぞ、あの時から。おしっぱじゃん。おお、なんこれやばいわ。これやばいやばいやばい。やばいやつだ。絶対強いじゃん、これ。あれ反則だろ。これやばいぞ。むずいぞ。大丈夫か、これ。あ、やばい。やばい、来たぞ。フリーザが。フリーザ第一形態。大丈夫か、あれ。降りろや。あ、危ない、危ない。さすが降りろや、あれ。あいつ、強えな。チートだろ、あれ。おし。危ねえな、俺。あ、やべ、いるじゃん。おー、あいつ。あ、緑のやつ消えたぞ。こいつ、これ見ようがしに出てくんじゃねえよ。なにこれ。え、今見た？今の。荒ぶる鷹のポーズ。荒ぶる鷹のポーズでライフ全回復したんだが。大丈夫かよ。あれがこいつのマジックか。あのね、B ボタン押しながら、上押すと、ライフ回復ってね。チート魔法。ねえ。ポーズ先生の。ポン先生直伝の魔法が使えるから。ねえ。さすがポン先生やで。ほんま。ほんますごいわ、ポン先生は。すごいお人や。あ、え、なに、あ、ボスじゃねえこれ。おい、やべえやべえ。おい、やべえぞ、こいつ。これ強いぞ。これなんでこれ、ボス、これ、豚？ 3 匹の子豚が。3匹の、あ、やべえ。あらふれ魚ポーズ。やばいな。これ、いや、もう、お、処理落ちがひどいんだが。待て、悪魔城ドラキュラの時の俺のこのゴリ押しを。やばいぞ、大丈夫か。強えな、こいつ。しょっぱなから出てくるボスじゃねえだろ、このやつ。おしおし。倒した。おい、進めねえんだって。進み方がわかんねえんだって。どう進む。まずいぞ、攻撃できなくなった。ポン先生顔いかついな。今のやつらは何なんだよ。超怒ってる。え、ポン先生殺したんじゃねえかな、こいつ。あ、ユウはジョーン、助けてー。あの中か。ジョーンご立腹。ジョンめっちゃもうね、もう切れてるから今。激横ジョンジョン丸。超激横ジョンジョン丸なんだが。お前ジョン切れさせたらやばいわな。ジョン切れさせたら。おい、めっとる来た、めっとる。おい、もう今ジョン切れてるよ。激横ジョンジョン丸だからな、今。おら。これ絶対やばいやつだろ。絶対やばいやつ。ほら、逃げた。あ、ちげ。あんまし俺怒らせんなよ。あの、ジョンはね、切れると何してるかつか分かんないタイプだからな。あっち行け。これやばいぞ。俺が強すぎてこれまずいぞ。今回長引いちゃうぞ。俺が強すぎて。あっち行け。やべ。強い。あの、ツボ野郎。ザク。あ、やべ、マジか。やばいな、HP が結構やばい。どうする？荒ぶる鷹の棒使うか。危ねえ。やばい。荒ぶる鷹の棒だ。荒ぶる鷹の棒だ。よし。うわ、強い。次のボスぐらいはね、倒しときたいね。道を開けろ。あ、次もうボス、そろそろボス戦でしょ。まあ、このボスぐらい倒したいね。おー、ロックバスター。危ない。なんだよ、こいつ。やめろ、ハゲ。やばい、荒ぶる鷹のポーズ。やばいぞ。これ、ボスか。違う、こいつかよ、お前かよ、また。よし。
もう MP ないんだが、困ったぞ。あ、これ登る感じ？あ、やばいかも。やばいぞ。こっ。やばい！おい！俺のジョンが、俺のジョンが。あ、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 クリアした？これボスじゃん、絶対。下やばいもん、これ。うわ、やばいな、こいつ。なんだこれ。頭、俺みたいな頭してんぞ。おい、ハッサン、ハッサン。ハッサン。おい、強えな、こいつ。やべえぞ、この筋肉ハッサン。筋肉ハッサンやばい。あ、でも勝てれば、荒ぶれ高のボート使えもん。これ、あの、へそを当てんのかな？これ、気持ち悪いな、こいつ。これ何、あ、これ、トウモロコシか、これ。しょうもねえな。しょうもねえ、フォルム仕上がるぜ。随分と。トウモロ、気持ち悪いな、これ。やべえ、やべえ。あと一発入られるかな？やべえ。あ、いけんな。いけんな。いけるぞ、これ。あ、やっとこう。荒ぶれ高の、あ、やべえ。荒ぶれ高のボース。あぶれ。やべえ、やべえ、やべえ。さっさくたばれや。さっさと、もろこしやろう。もろこしヘッド。ねえ、もろこし渡ろうだよ、あいつ。あーともう、八起きに帰れ、もろこし渡ろう。てくつね。ね、いや、お前、変なよ、お前。じゃん、これからは、テレパシーで通信よ。お前、どういんだよ、お前。ミスターボンは。お前、マジックで早く帰ってこいよ。捕まってんの、こいつ。ヒューちゃん、お前、敵にさらわれたら知らんわ。私が教えたマジックをうまく使って。お前、押せんなよ、いちいち喋んのが。ね、ヒューちゃんを救うんだよ、お前行け、お前行け。以前より、マジックの力が強力だな。まあ、あれじゃ、修行のせいかでしょ。体力が必要だから、マジックには。ね、マジックにはね、フィジカルが必要だから。ね。いくっすね。おぉ。かわいい。ゆうちゃん超かわいくない？ゆうちゃん激まぶやん。激まぶいんだが。てくっすね。今回はこれぐらいにしときます。てくっすね。エンタメ大賞の動画の方もぜひともよろしくお願いいたします。ここまで見てくれてありがとうございました。ということで、レトロゲーム TV 司会のコルテでした。またよろしくお願いいたします。では。